幼き日の思い出。大きくなるにつれて忘れてしまうものだけど、頭の片隅に残っているような、そんな感覚。もう一度、あの頃に戻ってみたくないですか？見たーい。あ、どうも皆さんこんにちは。絶賛赤ちゃんになってるうぷ主のミーです。何が起こってるの？ちょ、うぷ主詳しく説明しろ。今回実況するゲームはおなじみロブロックスの子育てゲームで、自分が赤ちゃんになってるから誰かに育ててもらう必要があるんだ。誰かにって、つまり親ってこと？そうそう、今抱っこしてくれてるのは見ず知らずのパパ。見ず知らずのパパってパワーワードだな。ゲームの流れを簡単に説明するね。ゲームをスタートしたら親を探すよ。親は大人なら誰でも OK なんだ。この時点でヤバいんだけど。次に、親になってくれた人にお世話をしてもらうよ。例えば、ご飯を食べさせてもらったり学校に連れて行ってもらったりね。子供が親に育児をさせるわけだな。そして、まるで本当の親子のように絆を深めていくんだ。へぇ、設定には驚きだけど他のユーザーと仲良くなれそうなゲームね。あ、今間違えて他の家族に入っちゃったんだけど、子供も親もいつでも親子関係を解消することができるんだ。一度親子になったからって安心はできねえわけか。幸いこのジャックパパはうぷ主をまた家族に迎え入れてくれたわね。なあ、もし親が見つからなかったらどうするんだ？そりゃあもちろん自分の身の回りの世話を自分自身ですることになるよ。え、こんなに小さな子供でも？うん、食べ物を買ってきたり遊びに行くのにも全部自分の力でやるしかないんだ。こりゃ改めて親のありがたみってのがわかるな。なんか申し訳ない気がするね。それにしてもあんたのパパ、一体何をしている人なのかしら？自称二刀流の黒の剣士みたい。すげえ怪しいんだけど。あ、パパのお家に着いたよ。ちょ、玉座、おいおい、まるで城だな。パパ頭に王冠乗ってると思ったら、これマジモンの王様じゃないの。あんた、いい親を見つけたわね。ちょっと私に代わってくれないかしら？っていうか私もここの子供になろうかしら？ダメついわ。はっはっはっは、どうだい？パパ上、これはとんでもないお屋敷ですな。見るからに怪しい人が親かとか思ってすいませんでした。背中に剣に本ぶっ刺さってるしな。うぷ主、マリサ、人は見た目じゃないってことよ。私はこの人は大物なんじゃないかってうすうす思っていたのよねー。パパ、ちょっとお風呂に入りたいんだけど。なるほど、子供の要求はここに表示されるのか。城の浴場ってどんな感じかしら？お前みたいな子供いたらすげえ嫌だ。この矢印は自分の家の浴室を指しているよ。お前自分の家持ってるのか？普通の何もない一軒家だけどね。お、ここが浴室ね。ジャバジャババッシャーン。はぁ、さっぱりした。あら、シャワーを浴びただけなのにお金をもらったわよ。そうそう、子供は要求が叶うとお金がもらえるんだ。何それめっちゃいいじゃない？世話してもらえる上に金までもらえるのかよ。ふっふっふ、最高だぜ。さあ学校に連れて行こう。本当に優しい父親だな。豪邸に住んでてお金持ちだし優しいし二刀流だし最高ね。二刀流は関係ねえだろ。しっかり勉強してくるんだぞ。はい、頑張ります。うぷ主が王族の養子ならその友人の私もいずれは王族に。野望が口から出ちゃってるぜ。やばいね、これ本当に自分が子供になった気分だよ。中身も純粋な頃に戻るといいな。やったー、授業終わりー。授業受けただけで金もらえるってどんな世界だよ。さあパパ上のところに行きましょう。あ、ちゃんと終わるまで待っててくれたんだな。むにゃむにゃ、眠くなってきちゃったな。こんなわがまま娘に文句も言わず世話してくれるパパ上、私には到底真似できないぜ。ここは小さな子供を寝かしつけてくれる施設だぞ。ここでうぷ主を寝かしてくれるのね。ベビーベッドがたくさん置いてあるな。パパ上、私明日もたくさん遊んでたくさん勉強します。本当の赤ちゃんみたいに寝たわ。寝ながらなんか飲んでるけどな。ここはお前専用の部屋にしようと思う。こんな広い部屋を。そうだ、私からお前に子供用のベッドをプレゼントだ。いいなあいいなあ、子供用のベッドまで豪華だな。わいわい、パパ上ありがとう。あれ、家は一体どうなってるの？確かに今まで家にいたのに突然道路に飛んだぜ。って、なんかうぷ主の体が大きくなってない？確かに大人と同じくらいだな。もしかして。次に挑戦してもらうルールは、赤ちゃん VS 赤ちゃん。とにかくどっちか先に体力がゼロになれば勝ち。ってことは自分か相手の体力を削っていけばいいんだな。普通は相手の体力を削り切った方が勝ちだけどね。うわ、なんか上からアイテムが降ってきたぜ。このアイテムを駆使して体力をゼロにするのよ。あ、水鉄砲だ。行くぞ、そこのベイビー。
なんつうジャンプ力だよ化け物かよ。おい化け物ベイビー、ここから私も出してくれ。きっとあのベイビーは特殊な薬を飲んだのね。そんな薬あんのかよ。ちょ何この紫のブワーってやつ。うわあ、こっち来やがった。あ、この紫のブワーってやつに当たって体力ゼロになったわよ。ちょどこまで飛んでいくんだよ。うわあ、なんて夜景が綺麗なんだ。きっとパンツ一丁で手錠持って空飛んでる赤ちゃんはこいつが初めてだよね。フライアウェイ。あの相手の赤ちゃんなかなかのやり手だな。何をやれば体力をいち早くゼロにできるかわかっているのよ。よし今度は私が最大の攻撃を当ててやる。なんだあの水鉄砲さばき。あんなに荒ぶって水鉄砲撃ってるやつ初めて見た。なんだこの水鉄砲すげえ動く。そりゃそうよ、その水鉄砲は呪われた。バグウォーターガンって言われているんだから、ただのバグじゃねえか。止めてくれー。そう言われてもなー。止まれたじゃねえか。やっぱダメだこれ。これぞバグウォーターガンの力なのよ。水鉄砲なんて使うもんじゃないね。こいつあのままじゃ体力減らせねえぞ。私が減らしてやろう。こんのー、やりやがったな。これでも食らえ。うわー出た、紫のブワブワ。ポイズンって書いてあったぜ。体力削れた方がいいのになんか逃げちゃうわよ。ポイズンマジ半端ねえ。あいつ投げたはいいけど直撃だろ。あ、毒が消えた。でも明らかに普通じゃねえ。体がナメック星人みたいな色になってるわ。うわーよく見るとゆで卵の皮膚も変色してる。おいおいお前なんだその腐った色は。お前も同じだよ。きっとさっきの毒の影響でこんな色になっちゃったんだね。見えづらいけど体力もかなり減っているわ。お前の握力どうなってんだよ。あー、あいつ逃げた。待てー。お前のダッシュ力もどうなってんだよ。あー、でもあいつもダッシュで行っちゃったわ。これは赤ちゃんの鬼ごっこゲームかな。さあ始まりました赤ちゃん鬼ごっこレース。実況は巷で有名な美人巫女、霊夢がお送りいたします。そしてプレイヤーはうぷ主ゆで卵です。いったー、あいつ目殴ってきたな。はっはっはっは、どうだどうだ。赤ちゃん同士の会話じゃないぜ。それにしても早い、あの帽子の赤ちゃん全く寄せつけません。なんであんなに早いんだ。おいおいちょっと待ってくれよ。全く仕方ないな。そこに落ちてる瓶の中身くれてやるよ。おっと、いいのか。じゃあ遠慮なくもらうよ。へっへっへ、それはジャンプ力アップだから俺には追いつけないけどな。せめてダッシュ力がつく薬なら追いつけたのに。くそー、あいつそれを知っててわざと。待てー。お、俺が欲しかったのはこれだよ。もしかしてこれが。ってことでじゃあな。なんということでしょう、ダッシュ力アップの薬を取られてしまった。なんてスピードだよ。これじゃあもう追いつけないね。あ、家の中に入って先回りすればいいんじゃねえか。あ、確かにそうだね。何も家の外を回る必要ない。さあその作戦で先回りして攻撃できるのか。ああ、あいつ戻ってきやがった。早いだろう。もう赤ちゃんじゃないわ。あれ、なんか火ついたぜ。もしかしてあれは。あいつに火がついたんじゃねえか。あちゃー、あちゃーちゃーちゃー。うわー、燃えてる。あちゃーちゃーちゃー、あちゃちゃんちゃん。なんだったんだ今の。あの赤ちゃん火薬でできていたのかしら。綺麗な夜景だ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。今度は主が赤ちゃんを育てる番ってことだな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。